さて湯沢市の老舗漬物店おがちの木村屋が先月27日東京で行われた漬物の日本一を決める大会に挑みました。はい、その漬物というのがこちら、はい、水野みっこです。美味しいんですよ ね、まあ、多くの方は、ね、水野玉と呼んだ方が分かりやすいかもしれませんよね。そうかもしれませんね、はい、この水野みっこ山菜水野実が使われていましてコリコリとした食感であっさりした味わい、店は山の香りを感じられると歌っています。こうした点が評価され水野みっこは大会のグランプリに輝きました。商品にそして大会にかけた思いを聞きました。湯沢市の漬物店おがちの木村屋は秋田を代表する発酵食品いぶりがっこを中心に地元の野菜などを使った漬物を製造販売しています。看板商品の一つが水野みっこ。湯沢市や由利本荘市東百合で採れた水野実を1ヶ月以上熟成し醤油で漬け込んだものです。およそ30年前に誕生したいわばロングセラー商品です。おがちの木村屋は先月この水野みっこで漬物の日本一を決める大会に挑みました。秋田ならではのものって考えた時にやっぱり、まあ、いぶりがっこもそうなんですけどもやっぱりここら辺で、まあ、日常的にこう食べられているものをですねやっぱり持ってた方が実は競争力があるんじゃないかと。2017年から全日本漬物協同組合が開いている漬物グランプリ、先月27日に東京で行われた今年の大会ではおがちの木村屋の木村義信社長と入社2年目の加藤美久さんが水野みっこの魅力を PR しました。審査のポイントは漬物文化の魅力を伝えているか、健康に配慮しているか、四季の味を表現しているかなど。加藤さんは水の価値を説明しました。水を取るには山に入らなければなりませんが熊の目撃情報が爆発的に増えているため取る人が少なくなっているほか記録的暑さなどが生育に影響しています。また木村社長は秋田弁を交えて魅力を表現しました。素材の量も減っているので希少価値の高い商品を作っていくのと同時に秋田の山里の持続可能な里山づくりみたいなところに着目してプレゼンテーションをしました。プレゼンテーションと審査員による試食の結果水野みっこは全国112店の漬物の中から県内で初めてグランプリを獲得しました。地域に伝わる食文化を継承している点とコリコリとした食感の楽しさが高く評価されたということです。最後の最後に名前が読み上げられた時はちょっとこう、まあ、本当びっくりしたというかですねでまさかという感じで、水野みっこという商品を本当によく評価してよくぞ選んでくれましたという感じですね。グランプリ取れてこれ持ち帰れるぞっていうとその達成感と反面安堵感がありました。今回は伝統の味で日本一に輝きましたがおがちの木村屋はさまざまな挑戦にも乗り出しています。今月いぶりがっこの漬け汁を使ったクラフトビールを発売したほか来月には日本航空の国際線の機内食でいぶりがっこを使ったメニューを提供します。漬物を通して秋田にこんな面白い野菜があるんだなとか今回の山菜も一つそうですけどその秋田の食文化を知っていただけたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、スタジオにはですね、はい、グランプリに輝きました水野みっこをご用意しました。ありがとうございます、はい、私ね言ってみればこれお袋の味でもあるんです。小さい頃からねよくね、食べてました、はい、いい香りしますね。そうですね、ここまで大胆にしています、うん、
サク、このコリコリした感じ、醤油のいい風味がね、口いっぱいに広がりますね。さすがグランプリ、美味しいですね。素晴らしい、私もいただきたいぐらいですけれども、この水野みっこは県内各地ではもちろん、今後東京での販売も予定されているということです。